でもないか。まあや。久々のアベンジャーズをね、やっていきたいと思います。はい、もちろん今日もこの方いらっしゃいます。はい、1週間ぶりです。カートマンです。どうぞよろしく。はい、どうぞよろしく。なんかラジオ番組的な感じになっちゃってる。ね。ラジオ番組もやってきゃいいけどね。まあね。でもそこまで人気ないからな。うるせえな。それは、あまりね。なんだよ。ちょっと、なんか実況が下手なのかな。あんま見てくれない。そうだね。うん、ってこともあるから。下手くそ。実況が下手くそなんだよね。そうですね。慣れてないということで。ゲームではなく実況が下手くそなんだ。そうですね。両方じゃないんだよ。はい。そうですね。何の話だよ、これはもう。さあ、今日はどこやるんですか。なぜかに今日はテンションが意外と高めですね。うん、もう。まあ、時間が時間ですね。時間が時間ですから。いつも夜中のテンションなんですけど。うん、そうですね。というわけで、やっていこうか。少し時間があるなら、近くに犯罪者がいるので、助けてくれないか。やり方忘れちゃった。痛い。あ、またこれか。やり方忘れちゃったよな。まあもうこれゲットしたからいいんだけどさ、あれここのミッションってやったっけ。全部やった。オッケー、じゃあ次のミッションに行こうか。あ、いいんだった、ごめん。宇宙へゴー。やってこ、いやダメだ、やってこ。うわ、声が、声真似がちょっとダメだな。楽天スーパーセールうまいな。そうですね、どこ行きましょうかね。ちょちょちょん、あ、違うわ、これ、違う、これストーリーやな。あ、でもなんかあれだよね、うん、ストーリーもストーリー、なんかそのなんかこのキャラじゃないとやれない、なんかゲットできないよー的なやつもあったよね、確かね。ね、あとどこやってないんだこれ。こう、なんどーんつな、な、なに今、にゃんちゅう。お、よくわかったね。あ、そんな気がしたわ。絶対見てない。そんな気がした。うん、ちょこっとしか行ってないね。じゃあマンハッタンへね、今日はね、行ってきたいと思います。行ってくんないんじゃない。マンハッタンへ行って9、言ったらもうダメだから。著作権にかかるのか分かんないけど、著作権、著作権なの、著作権。うるせえな、ほっとけよお前、そこはもう。あほー、見えねえ見えねえ、雲で見えねえ。ほんと今日なぜかにいつもよりテンションが高いですね、うん、俺ら。あれ、こんなんあったっけ。あれだよ、なんか最初作詞したとこから始まってなかったっけ。ちょっと待って、助けてー。なんでお前だけ屋根の上に降りれとんねん。おい、助けてー。定年まで残すところあと3日。この辺何かあると。あれ、マンハッタンって一緒じゃね。え、嘘、これ移動してねえよ。移動してねえの、うん、移動してない。あ、ほんとや、これ見覚えあるわあ、じゃあもう一回宇宙へ行きましょうガバガバ、間違えた。なんか意味なんだかな。あれ、宇宙に行けないよ、カツマン。え、一回戻って。だよ、じゃあ俺がまだ選んでないか。そういうことね。あれどこだっけ、どこだ。あ、携帯が鳴ってる。携帯鳴ってる。いや、あとまた後で連絡しよう。お友達ですか。いいえ、親戚でした。あ、親戚か。親戚の電話に出ないという失礼なこと。いや、いや別に、待って、いや別に出ていいんじゃないですか。別に出てキャラ選んでない。何、出たらあれ長い話になるから無理みたいな。いや、何こいつX-ray。 おお、いけるぜ。では宇宙へ行きましょう。さあ、セックスレスに変わったということで。あれ、お前セックスレスって意味知ってる。セックスレイ、セックスレス、あれっすね。知らんでしょ。知りましょ。いや、まあ、ただお前ここでさ、何言うとんねんお前。何言ってんだよ。何言ってんだよじゃねえ。それは補正すればバカやろお前。
どうせ放送なんて18禁のマークなんか出ないからいい。アスガルドって言ったっけ。あ、言ったね。あ、言った言った言ったけど、はい、次そここれさっきのどうでしょう。ワシントンも行ってる。行った。ここどこ行ってないの。ここ行った。行ってる。もう私を、ね、縛り糸は何だろう。これ途中、あーストーリーだね。やろうか。フリープレイでやっていくか。下では選んでフリープレイで行こう。あれ、え、お、お、え、なに、お、ストーリーじゃねえか。あ、ミスりました、すいません。ミスりましたって何。ミスりましたって言ったんだよ、バカ者が。ダークタワーはつい最近回収されて、アベンジャーズタワーと呼ばれているわ。地球最強のヒーローたちの本部としてはふさわしい名前よね。なんでいきなり電話が来たの。ホークアイはメディカルラボで治療を受け、下の階ではアイアンレディオンを。スキップ誰が攻撃命令を。スキップ。アベンジャーズです。アベンジャーズ。目を奪いに来たな。あー、はいはいはい、そういうことね、うん、別になんか病気とかでもないのに、あれ1ヶ月以上もしてないことのやつ。そう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 。あ、今調べたのね。そうですよスキップ。スキップして、ちょっとこれ途中でやめましょうか。途中でっつうかもうやめましょうか。もうそういうこともあるから。もうガバガバなんだけど、お前のケツの穴もガバガバだ。痛い。うるせえお前、ちょっと黙ってろお前。痛い。何ケツの穴がガバガバだ。ケツの穴がガバガバだにしても痛い。お前そういうのはな、まん、あ、お前そのことダメだわ。待ってなんだ。お、待ってなんだ。聞いて。お前ケツの穴ガバガバって初めて聞いたわ。なんだよ、ゆるゆるだからいいってことだ。これは何の騒ぎだ。つえだ。どっちかって言ったらまん P が入れないんだよ。途中で終了。ストラッカーがどうやってあれほどの発明をしたのかと思って中の宝石を分析しているんだ。ステージを終了するやっぱり。ステージ終了だ。てしかもなんかできてる出来物があるとこを叩きやがったいやそんなん分かんねえから。しょうがねえだろ。何が汚ねえ、うん、汚ねえシールデーモン出たらどうすんだ。変なシール出たらどうすんだ知らんわ。どんなシールよ。ご想像にお任せしましょう。はい、ということでね、皆さんご想像にお任せします。はい。おお、キャラが連れてっちゃう。なんでトニーになっちゃってんの。いいから宇宙行くぞ。まずは宇宙が。J-POP を口パクで歌うのを撮影してて忙しいんだ。それただのカラオケじゃねえ。カラオケじゃねえ。そこ。これ？違う、上。そこ。これ？右。右？はい。それ。フリー？そう。何で行こう。いいね、選べるんだ。お前それ好きだな。お前ハマったの？それ。いや、さっき解禁したの。ああ、解禁した。X-rayで行くよ。X-rayじゃないの。待って。ホークアイでいいか。アルティメットでいいや。止まる。え？めっちゃ出てきたし。キャラを勝手に決められたんだけど。スキープ。はいはい。だからフリーでも説明はあるんだね。スキップできないかな。スタークタワーはついできるはず。あれまだできないわ。アベンジャーズタワーと呼ばれているわ。この話を聞いたな。最強のヒーローたちの本部としてはふさわしい名前よ。フリープレイなのになぜかにストーリーの説明があるっていう。下の階ではフリーと言って。できるできる。よし。誰が攻撃命令を。ストラック。あ、来た。というか今日の新しく始まった仮面ライダーエグゼイドどう思いました？まあね、朝から見たけど急に話題を変えたね。とりあえず、いや、ある意味そういう話題も出したからダメでしょ。とりあえずベルトが重たそう。あ、まあベルトね。だってあれだよね、テレビの方に出てくるのはコンセレの方だよね、頭でね。ん？いや、わかんないけど。え、でもデラックス版は使ってないでしょ、多分あれ。使ってないでしょう、うん。あ、すいませんね皆さん、ちょっとあの
見えた。その日。いや、やっぱ選べるじゃん。選べるじゃねえか。壊してしまっているのかなとかね。そうだよね。他のゲームで2人協力プレイ的なのができるやつがあればね、面白いんだけどね。ね。あ、いけるじゃん。ああ、見づら。あと入るし。いけないんかい。この下にあるもんな。この下になんかおるもんな。うん、ね、誰を使うんだこれ。あ、了解、わかった。あいつどこ行った。あいつ、あの野郎はどこに消えた。あのおっちゃん。誰だ。敵のおっちゃん。敵のおっちゃんってたくさんいるんだよ。あいつじゃなくて、おい、ゲッチュー。あ、ほんとこれさっきリスト剥がすにして、バランスだからっけ。どうだか、ちょっといろんな手を使ってみますかね。今日は、今日はじゃねえや。とりあえずこいつで使えるのはここまでかな、うん、はい、そうですね。もうなんかいちいち場所変わんない、やめてくんね。探しづれね。よし、レスキュー。関係ないのか。やっぱりトニーじゃないとダメ。トニーおじさん、トニーおじさんどっかにおるかな。あ、これはあれ、これ捨てた。ありませんよ。真のヒーローはコズミックパワーだ。あー、はい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 、アルティメットウルトロン。そうそう、アルティメット、どこだ。起きたで、ウルトロン、ウルトロン、ウルトロン。あれ、ウルトロン、お前じゃなくて。あー、残念だったね。残念だったな。じゃねえ、そこはちょっと待つとかさ。あ、でもそいつ使えるよ今、左のやつ。こう、こう、カツマン、あの、どっ、あの、この、うんこ見て、うんこじゃねえ、タコみたいなのもあってさ。あ、おいちゃんだ。だけど先にうんこっちやっといた方がいいよ。ちょっと待って、ウルトロンやらせて。あ、そっか。俺がウルトロンやればいい。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、このボケ。なんだ。おぉ、はい。邪魔するな。
で俺はこっちのおっちゃんの方やる。じゃあ次は、お、確か目の方におっちゃん、いいやね、へい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 、目の方におっちゃん、いいやね、へいへいへい、行くぜ、どん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 終わらせるぜ。あ、ラッキー、じゃなくてな、アイアマの方俺任せろ、任せた。開いた、あ、開いた、あと2個、あと2個、どうやって作るねん、頑張りゃいいんだよ適当に。あ、分かった、もう一回これやるってこと、もう一回ね、は、あ、そっちまで移動しろってことね、ウィーン、カチャン、はい、開けます。勝手にブロックが動いてる、できれば手伝ってほしいんですが、手を持ってください。フックスレイいけるか、いけたー、へい、なんか来たぜ、俺は俺でちょっとやることがあるから、ある意味一人で楽しみやがって、あの野郎、こっち来りゃいい。他に何がある？どうしようか。へへへへへ。ああ。ああ、連打。来た。これであの上がれるようになるってことか。あ、そういうこと。なんだよ、なんだよじゃねえ、なんだよ。兄さんこっち、真のヒーローはしっかり、あ、新しくこっち来たけど、ここでなんかあれ、なんか反応あったような気がする、気のせいか、力になりたいけど、ああこっちね、こっちね、はいはい、戻りゃいいのね、はい、了解、待ってー、このマークなんだ、まあ、いいよ、あ、わかった、あれか、了解、すいません、ちょっと待っててください、はい、待ってます、上がれる、上がれるじゃん、ああ復活した、よし、あと何体だっけ、あと1体だ、出ないわ、あと1体、よし、あと1体、あと1体、あ、なんだなんだ、いける、
ける、いける。離れたいんだけど、離れたいんだけど、あの離れたいんだけど、これどうやって分離したっけ。ちょっと、こっちで分離したっけ。あ、戻れたわ。カツマン、こっちだ。ちょ、待ってくれ。多分それ上には行けないぜ。あ、くそ、なんだ。ほい。多分ここに奴が眠っているはずだ。誰だ。よそだとね。完成ねー。 あ、なんだ、あれが、それが出てきただけか。あとは、あとはどっかに何か秘密があるはずだ。なんかあるの。それ誰のマーク。え、何それ、何これ。おお、ああ、ああ、そう来るか。あと、なんであそこにトニーがおるの。で、で、え、え、これついただけ。え、うん、あ、あーね、待って、これストーリー進んだやつじゃないわ。お、頑張ってみる。いろいろと装備。ストーリーが進んでいく。でもなんか前とはちょっと違う感じの進み方やな。ね、やっぱフリーだから。やっぱ、ね、なんでこいつが眠ってるんだよ。人工知能か。もしこのパワーを利用して。よし。というか結局最後と言ったらもうアイアンマンが、うん、見つからなかったわけなんですが。出たー、ダンスパーティーだ。でで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 でよし、楽しく。これは焦ると、ここでピアノを作ると。ピアノじゃない、ピアノじゃない、あれは、ピアノじゃなくなってる。兄さん、新しいコーチ手伝ってくれ。私は作るよ。じゃあ俺そっちやろ。何やるの。ポジマルを捨てろ。待って、今人裏にいたよね。ちょっと あいつどこ行ったの。よし、任せてくれ。そう、君の力を借りよう。そうそうそう、よし行くぜ。あれ、そう、どこだ。あいたわ。レーザーが二人いる。二人出てきましたね。将軍の邸宅にそれを持って飛んでいき、旅館、これをお探しかってね。すごい毎日だな。ああ、はいはいはい、ここは焦るか。
男子パーティーだぜ。ヒーローの協力ができ。トニー、トニーはどこだ、トニー。またアビリティを持つキャラクターはシワレオブジェクトを崩壊シワレオブジェクトを崩壊、ああ早くやすごいね、分かってる、動きがおかしすぎだろ、ちょっといっちゃってんじゃないの、頭動きの癖が強い、動きの癖が腐って言おうとしたじゃない、ちょっと言い間違えました、動きの癖が腐って、見えないよ、待って、早くして、進んじゃった、きっと金がある、うん、いや、そういうものじゃない、進んじゃった、進んじゃった、まだやり残したことあったように、そうだな、ああ戦いにもなっちゃった、全員だとは分かっている、うまくいかなかっただけだ、ああもう、よし、我々も戦おう、ビジネスの話を聞く、悪いな、ただ終わってもすぐ治るだろう、
前ほら置いといて痛い。ナイス。殺されても少し歩けば大丈夫。意外と便利だぞ。この火消せねえんかい。あっちあっちあっち。こっちの火消せってくるよ。火消せってなんかおらんのか。何かご用？大丈夫。トークアイが優秀すぎる。トークアイが優秀すぎる。火を消せそうなやつ。レスキュー？怖いよ。変わらないで。気ができた。4機、3機。来ないんだけど。ああ、体力があと2しかない。あっという間にね。穴を掘るね。掘った。どう考えてもお前が勝てる未来はない。行ったぜカトマ。行った？ああ。めっちゃ引いた。僕のやつに消すしかない。助けが必要？いえ。ああ。切るかった。
になりたいけど。マジか。遠くはい、遠くはいどこだ。気分を味わえる。よし。何かご用？誰？来た。あー、よいしょ。あ、そういうことね。そう、ストーリーが進んじゃった系ね。これ以上ストーリーを進めちゃいかん。この区域は、この区域は危険です。よし、助けるんじゃないぞ。あ、終わっちゃった。ちょっとクリアしないの。これ誰だっけ。あー、出てください。最優先に守るのは助けに来ました。そう、ドラマチックだな。君たちはす、あー、ステージをクリアしてしまった。違うんじゃ。とりあえず最初のステージからやっていくか。じゃあ最初のステージどこだっけ。最初のステージはあの 雪がたくさんあった。うん、そう、それ、あそこ行きてえな。手に負えない悪魔が野放しになっている。 Here we go。エアコンが寒い。消しちゃい。じゃ消すか。ちょっと待ってくださいね。何が？ああ。これ。ブリキュア。そう、エージェント、そうと言ったかな。いや、ムーンボーイ、 X レイド、そいつでいい。おお、意外とこのステージ使いキャラ多いな。ね、ドクター・フレンチョは遺伝学の研究で細胞の再生技術に関する研究が素晴らしいの。ユージン・ジェネティクスの研究所にあるクレードルという彼女が発明した装置は人体の細胞組織の修復や合成ができる。ああ、この画像はユージン・ジェネティクスもそらくてクレードルじゃないわ。全くの別物よ。もしウルトロンの手にクレードルが渡ったら何をするかわからないわ。スキップ。雪山じゃない、まさかの。これ雪山じゃない系。これ雪山じゃないね。これ、あれだ。ロマノフが盾を持ってあなたを追っているからウルトロに集中して、それと爆発は避けて、まあ、ジェル一つで街がなくなるわ。ロマノフ捜査官、キャプテンにその盾を届けるのよ。クレードルの中
ああ、なんで？お前たちを脅かす力。3回死んじゃったここはキャラを変えられないのこれさなんで渡せないのちょうだいちょうだいちょうだい、よし来たこれある意味 EP 暇だなでしょ あーバカなんかできたぞ。死んだぞ。
愛好家音でやるやつは面白い。みんな民間人に犠牲が出る可能性がある。列車の先頭に行ってブレーキをかけた方がいい。ふう。おい、もうやめろ。はい、おお、やばい、ウルトラン出たな。はい、雑魚いウルトラン見つけたんだ。いいよ、よし、ナイス。最後尾まで行ってきたぜ。
か。気ができた。4機3機レッドウィッチ、ストーリーが進んでいきますね。あれ前行くの行ってないんかい。ブレーキ入ります。よいしょ。そうですね、来た。ここか。マキシモフの双子と一緒なの。いずれにせよ飛行手段を見つけた。ちょっとさっきより始めたばかりで数が減ってきましたね。我々痛い。何やお前ら。
ジェンじゃない、ジェンじゃなくて、ちょっとね、じゃあ今日はね、これ終わったら、うん、終わりにしましょう、今日は。頭脳で何そうし、何かあんの、五感が消化勤務している。この不快な悪臭はどんどんひどくなっているようだ。ウォーマシンが死んじゃった。貧弱な頭脳で不思議に思っているんだろう。ご用だ。
魚を持ってこうということで、あ、兄さん、あれ俺か、宣言できた。ああ、なるほどビジネスだ。特に何の意味もない。礼はいらない。お安い御用だ。なんだかちょっと。ああ。
なんか眠くなってきた。ちょっと。新しいやるんだ。シールドの操作官になって。おばさんどこや。こいつか。なるほど。なるんだ。こいつだ。違う。中だ。あれはこっち違うんかい。あ、だ。ちょっとめっちゃ眠くなってきた。眠くなってきた。というわけでね、ちょっと眠く、あまりにもちょっと眠くなっちゃってね、ちょっと静かになりすぎちゃってるんで、ちょっと今日はねこの辺で終了していきたいと、終了しておきたいと思います。あ、ウルトランプライムだ。というわけでね、今日はこれまでということで、いいですか。いいですよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。このエリアの悪党を、いいっすよ。なんかもうドッときた感じ。何、疲れが。なんか一気にそうゲームやった途中でってなっちゃったあれ。はい、というわけでね、今日はこの辺で終了にします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。